リング上はいよいよこれよりセミファイナル45分一本勝負のタッグマッチを迎えるところであります。すでにリング上には花束のお嬢さんも整列いたしました。まず大きな拍手で迎えられましたのは日本チームジャンボ鶴田ジャイアント馬場チームであります。さあ不気味な2人がやってまいりました。外人チームはフランク・モレルアブドラ・ブッチャー組であります。試合に先立ちまして両チーム並びにレフリーにこの放送のスポンサー横浜ゴム三菱自動車日華ウイスキー伊勢納期木桜酒造大塚グループより花束が贈られました。さあただいまこれから両チームの選手が紹介されます。オクラホマのハゲタカ黒攻撃がありますフランク・モレル良い恐怖どの会場も嵐を呼びますアブドラ・ブッチャー若き UN チャンピオンジャンボ・鶴田ダイアント・ババが紹介されましたけれどもアブドラ・ブッチャーがこの日本のタッグチームにずっと視線を集中してね、外人側のコンビネーションがいいというふうに私見るんですけれどもこの凶悪チームね、はい、ブッチャーとモレルのこのチームは、はい、誠に無チームとしてはいいコンビですね。さあ日本チームも負けられておりますけれども早くも若いジャンボ鶴田がフランク・モレルを放送席に持ってまいりました。放送席の机の上にモレルの上げ頭が飛んでまいります。背中のあたりストンピング、そして対角線上の向こうの本部席の方ではこれは強烈ですわ。馬場を捕まえております。ブッチャーが馬場を捕まえております。さあブッチャーにお返しの攻撃はジャイアント馬場でありますけれども客席に割って入ります。客席に割って入ります。4000名という満員になりましたこの豊田市体育館。ブッチャーが今馬場と別れました。風間さん、両チームのですね選手の入念なボディチェックが始まろうとしているその瞬間にまず外人チームの方が仕掛けてきましたね。あ大変なまあこれ荒れ模様最初からね。はい。あこの先思いやられますね。ゴングの方はすでに鳴っておりまして45分一本勝負スタートいたしております。さあリングの中はフランク・モレルとジャンボ・鶴田の一戦であります。モレルが早くも強攻撃でしょうか。レフリーのブラインドをついての攻撃。さあ鶴田をリングの外に持ってまいりました。本日2回目のリングの外での攻撃、本部先の机に持っていく。鶴田の額がガチンという音をいたしました。これはリングの外もリングの中もあったもんじゃないですね。ああもう外も中も、はい、もう彼らには区別がないですね。さあこのフランク・モレルの黒攻撃、今日も黒いグローブを右手にはめておりますけれども、まあ、本人に言わせますとですねフリッツ・フォン・エリックと同じくらいの破壊力があるこの俺のアイアンクロー、今日は日本の代表的な2人に集中的に見せてやると言っておりましたけれどもブレンクラッシュだって言ってますね。ああクラッシュですか。ああ脳みそをね握り潰すんだって、はい、そのフランク・モレルの攻撃に後ろから視線を投げておりますアブドラダ・ブッチャー。まあ、このブッチャーの一の子分とも言っていいですね。このフランク・モレルが一の子分、凶悪子分ですよね。はい、ブレン・クローというブレン・クローじゃなくてクラッシャーですね。クラッシャーだそうです。クラッシャー、ブレン・クラッシャーという攻撃であります。このフランク・モレル異様な目つきでジャンボ・鶴田を見つめております。アブドラダ・ブッチャーまあ、日本チームは韓国の師弟コンビキムドクそしてキムイルの2人にあのインタータッグのベルトを取られて、まあ、タッグを組んでも若干寂しいような気もするんですけれどもね。やっぱり心寂しいですね、はい、さあ登場してまいりましたアブドラ・ブッチャーの地獄突き鶴田の喉元に炸裂があります。ブッチャーのねあのバンテージで固めたやつね絆創膏で、はい、効きますよ。ブッチャーの親指人差し指中指そして薬指にバンテージが20、30、40に巻かれております。さあタッチいたしました世界のジャイアント馬場の登場であります。鋭い睨み合戦、視線がリング上で火花を飛ばします。シュッという声はアブドラダ・ブッチャートップロープに背を持たれました。ブッチャースクマックのあたりに16本のトーキックジャイアント馬場選手気合が入ります。シャッという声です。
後ろから行こうとするフランク・モレル、ものすごい声。さあ、その16番を両手でブロックいたしまして、地獄突き、右手の地獄突きであります。そしてサイドからヘッドバット攻撃、サードロープを利用してサイドのヘッドバット攻撃、またもや地獄突き。この喉元への攻撃、これはどうなんですか？反則的に見た場合、これはレフリーの城樋口は、私はね、あれはもうね、すでに強襲的だと思いますね、反則はのバンテージがね、しかり、しかし、レフリーのジョンソン氏のブラインドついての攻撃、カウント5以内ならば許されているわけでありますが、さあ、またもや、今のクロー、クロー攻撃は、これは積もれるんですね、今、ブレンクラッシャーという、フランク・モレルのクロー攻撃であります。一転してこのフランク・モレルはドイツ系のアメリカと決まりました。フランク・モレルが外人のジーチの方でジャイアンツ馬場に捕まりましたが、ブッチャーが行きます。ブッチャーのね、突きはね、あれは狂気ですよ。私は狂気だと考えますね。あれはそれだけ破壊力があるということですね、いやね、ブッチャー見てると動くトーチカっていう感じだな。動くトーチカ、動作のようですね。タグだしね、タグなところを持ってきて、ハグ演技を持ってるからね、ものすごい規制を発しました。アブダルラ・ブッチャー、馬場選手のこのサイドの耳への攻撃、あれに散々苦しめられてますね。今ミニトニチョップです、ミニトニチョップ。後ろからモレルが仕掛けましたが、馬場選手、ブッチャーを追いかけます。あ、耳がウィークポイントですから、あれやらなきゃいかんね。出血の方はまだでしょうか？耳から出血ですね。あ、そうですか。早くも出血を見たようであります。血を見るとまさしくもあります。ブッチャーのその喉元へ、ジャンピングミーバット、ストンピング攻撃、ジャンボツルタ、まあ、次期シリーズではこのジャンボツルタとともに NWA の新チャンピオンを狙っております。バリバリの売り出しネイチャーボーイ、ビッグフレアもやってまいりますからね。私はね、はい、日本にはまだ来ないが、バディ・ロジャースってのはとても好きなんですよね、はい、あれもチャンピオンになる前の感じですね。バディ・ロジャースと似ているこのリック・フレア、ツータとの一戦も待ち構えております。さあ、ツータの攻撃は、ブッチャーも今ブッチャーの先決を見た下位のあたり、そして耳元のあたり、耳です、はい、馬場選手のね、耳すぎたら、しかしブッチャーのまだまだやります。動きました、ブッチャー。動きました、シュという肩声とともに、ものすごい体当たり、ものすごい体当たり、びくともしません、びくともしません。異様な目つき、異様な目つき、白目がだんだんと輝いております。あれになると怖いんですわ。ブッチャーの長い髪の毛を持ってヘッドバット攻撃、離しません。フランク・モレルにタッチいたしました。異様な目つきであります、異様な目つき、まあ、ブッチャーは血を見るとエキサイトします。そしてフランク・モレルの登場、キッチンシンク、大きくモンドリ打って鶴田が倒れます。大きくボディスラムであります。カバーに行った、しかしどうか、カウントはワン、不十分であります。リングの外に持っていく、こちらの方はブッチャーが待っています、ブッチャーが待っています。ブッチャーがこの倒れかかった鶴田の体のあたりに頭突き、しかし馬場が行きます、馬場が行きました。耳完全に削ぎましたね。耳削ぎチョップの威力が出ておりますけれども、田沢さん、このギザギザの額からもですね、おびただしい出血を見てますね。両方出てますね。さあ、このブッチャーを今度はこの豊田市体育館の花道、ちょうど花道の真ん中に持っていきます。ジャイアンツ馬場、ものすごい見合いはリングの外、リングの中はこのモレルを角度でした、いい角度でした。ジャイアンツ馬場、さあバックドロップからカウントは2、不十分、モレルもやります、モレルもやります。今いい角度だったんですかね。ゆっくりと花道を通っておびただしい出血を見たこのブッチャーが今エプロンに立っております。さあ、こちらに連れてこいという馬場選手の合図とともにやってまいりました。放送中にやってきたモレルの大きな背中、125キロ、目の前で、目の前でチョップコーン、そしてブッチャーがやってきた。ブッチャーの先決の際が放送席にやってまいりました。放送席はめちゃくちゃです、めちゃくちゃです。おっと、私の危険の
の上にやってまいりました。ブッチャー完全に放送席めちゃめちゃになってしまったね。モニターテレビの方も出されております。私の使用完全にですね、ブッチャーの選挙中ばっかりなってるわけですけれども、放送席の目の前、とりあえず実況は続けてと思いますけれども、ブッチャーが血を見てまたエキサイトしております。笹山さん大丈夫ですか？大丈夫です。放送席がめちゃめちゃ、はい、完全にモニターテレビは壊れておりますけれども、実況は続けてまいりたいと思います。しかしこのフランク・モレルと、そしてアブドラ・ザ・ブッチャーのですね、この凶悪なタッグチーム、なかなかこの元インタータッグのチャンピオンチーム鶴田馬場チームも、これは苦戦ですね。危険ですね。はい、苦戦の一戦を強いられております日本チームであります。本日の45分日本勝負タッグマッチ、トップロープからジャンボ鶴田がそのままフランクモレルに攻撃を加えました。さあ馬場さん、今田沢さん、はいはい、今のところですね、はい、完全にこの凶悪外人タッグチームに日本チームが翻弄されているという感じですね。そういう感じですね。向こうの向こうまともやモレルがやってまいりました。完全に放送席のこの机、モニターテレビを攻撃材料に使おうというところでしょうか。またもやおっと鶴田がやってまいりました。鶴田がやってまいりました。ブッチャーのこの松永アナウンサー大丈夫ですか？大丈夫ですね。それじゃあ、ここ2人で放送しましょう。ちょっとジャンボ鶴田の喉元がちょっと苦しそうですね。青白く変化していきました。ちょっと私どもの放送席の机が松永アナウンサーのももに食い込んでしまいましたので、ちょっと音声がお届けできないかもしれませんが、すごい試合になってまいりました。大丈夫です。もう放送席は完全にめちゃくちゃです。机の下から今這い上がりました。大丈夫です。しかしものすごい本日の45分日本勝負であります。外人の凶悪タッグチームが完全に暴れ狂っております。東山さんどうぞ。はいはい。今リング上には誰の姿も見られません。一人もリング上に上がっておりません。今鶴田がやっとリングの中に入りました。ブッチャーが鶴田の後を追います。鶴田の背中を追います。おっと、馬場選手の片指固めで勝負は決まったようですね。はい、あ、完全にですね、私その机の下になりまして、ちょっと今見えなかったですからね。馬場さんもね、ちょっと確認できなかったですが、リングサイドの倉持アナウンサーから情報が入りました。これは確定。はい、勝負は今、城樋口さんに聞いたんですけども、ジャイアント馬場選手が片指固めで仕留めたと、こういう結論です。あ、しかしこれはですね、早いもんですな。まだまだ2人が収まらないというところで、ブッチャーと鶴田がこれは勝負はついたけどね、はい、とにかく収まらないんですよね。勝負外に対戦を望んでいるというところですね。そういうことなんですよ。今我々もちょっと見逃しましたね。はい、フランク・モレルの額を持ってきます。怒りが収まりません。収まりません。日本チーム勝負の方は日本チームが45分一本勝負フランク・モレルを破っておりますけれども、まだまだ怒りが収まらない日本チーム、リングの外にこのフランク・モレル、そしてアブドラ・ザ・ブッチャーを追いかけます。鶴田、そして馬場の姿であります。今凶悪コンビの台風がですね、はい、この試合押してましたからね。それで負けたんじゃどうも収まらないな。ということはですね、馬場選手の凶悪タッグチームがやりたい放題やって帰っていったという感じですね。やりたい放題やって帰って、自分の弱点を暴露してね、はい、そこを馬場選手にうまく捕まれたと。ヤウケアもやってまいりましたよ。外人はこれでブッチャーを頭に、フランク・モレル、そしてイアウケアといったブッチャー軍団が勢揃いですね。強豪軍団の、ね、はい、メンバーですよ、イアウケアもね、いつも。そして今度は馬場を、おっと、馬場を控え室のこのドアの正面に。